アップから始まります。ベイスターズ選手の交代をお知らせいたします。さあベイスターズ守備の交代がありました。愛川この回からキャッチャーに入ります。8回の表カープの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。新井右バッターボックスに入ります。1投目はどうでしょう。まずは見送りました。ワンナッシングです。この前の3打席目空振りの三振に倒れています。次のボールは膝元へ決めてきました。1球2球と簡単にストライクを取っています。この3球目はどうする。強い当たり取った、取りました。新井セカンドライナーに倒れました。打順が変わります。前田左のバッターボックスに入ります。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ初球これも痛烈な当たり、右中間へ上がった、行ったか、行ったか、入りました、入りました、入りました、同点ホームラン。初球を捉えた、強烈な打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。前田、2003年バトルボールパークの第1号、そして同点のホームイン、2対2、今タッチしてベンチに向かいます。さあもう一度見てみましょう。そしてバッターは5番右のバッターボックスです。この回同点を許しています。さあ何を見せるか。初球は高めに来ました。ワンストライクノーボール。ホームランによる得点を許しています。2投目これは動けません。1球2球と簡単にストライクを取っています。次のボール注目しましょう。あっと3球三振、遊び球はありませんでした。そしてバッターは6番バッターボックスに向かいます。先ほどの3打席目送りバントを決めています。さあ初球です。その初球は変化球でした。さあカウントはワンナッシング。このボールはどうか。打ちました、左へ行った、取りました、スリーアウトチェンジ。8回の表が終了です。しかしカープ2対2追いついています。さあベイスターズこの後1番から始まります。8回の裏ベイスターズの攻撃、この回は上位打線から始まります。石井バッターボックスに入ります。今日ここまでは3打数の1安打、どこから行った、ここは見ていきます。カウントワンストライクノーボールです。ここまで2点に抑えています。この球はどうでしょう。決めてきます、ツーストライク。さあ追い込んだ、まっすぐ打ちました、センターに上がった、ワンバンド落ちた、落ちました。打ったバッターはセカンドへ、二塁へ送ります。石センターへのヒットが出ました。ベイスターズ放ったヒットの数を8としています。そして打順は変わります。種田バッターボックスに向かいます。これが4回目の打席、ここから行くか。その初球ボールから入りました。ここは1球外します。牽制、今日のここまでは2打数でノーヒット。さあ2球目変化球、これは当たりません。多分ですね、ちょっと考えすぎてしまいましたね。はい、まっすぐできました。さあワンツーです。いきなりランナー1塁としています。これも牽制、2番バッター種田。さあバッター有利、打って、これはショートになります。ショートが取ります。これはどうだ、1塁、これはアウトになります。種田ショートゴロに終わりました。そして次の3番鈴木、ワンヒットで勝ち越しという場面のバッターボックスです。8回の裏ワンアウトまで来ました。まず外から入りました。ワンボールです。この前の打席では見逃しの三振に倒れています。2球目です、いい当たり、ピッチャー返し、抜かれた、抜かれました。セカンドランナーは3塁ストップ、止まりました。さあヒットが飛び出した。ここで打順が4番に回ってきます。その注目のバッターボックスです。7回までを投げまして打たれたヒットが9本、打ち初球打ち、打球はセカンドの前、2塁へ、2塁はフォースアウト、ファーストはダブルプレー、1塁もアウトで3アウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。
8回終了です。ベイスターズランナーを出しましたが併殺に終わっています。さて試合は同点のまま9回最終回へと入っていきます。9回の表カープの攻撃、カープのトップバッター野村、まずは塁に出たいところ。まだフォアボールを出していません。さあ初球です。まず変化球を見せてきました。さあカウントはワンナッシング。8回までを投げまして打たれたヒットが10本、失点2の内容です。今度はストレートを持ってきました。外へ2つ続けました。先ほどの打席はいい当たりだったんですがセカンドゴロに倒れています。さあ次の3球目、今度も速いボールできました。2エンド1。さあ4球目、打った、これはショートの上、取ってワンアウト。野村ショートライナーに倒れました。相手の嫌がるリードと安定したインサイドワークで甲子園の信頼を集めます西山修司。ここまで許したのは2点だけ。さあ初球膝元インコースに来ました。いいところへ投げ込んできます。ワンアウトになりました。2投目変化球打って打球はセンターへ上がった。田中落ちた、ワンバウンドヒット。ここでヒットが出ました。西山センターへヒットを打ちました。カープ今日打ったヒットの数は11となっています。さあまずはランナーが出ました。笹岡バッターボックスです。カープワンアウトからヒットが出ています。どこに入れてくるか、高めを打ちました。右へ行った、二塁はアウト。一塁どうだ、一塁もアウト。ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のプレーもう一度見てみましょう。9回の表が終了です。カープランナーを出しましたが併殺に終わっています。この回もヒットが出ています。さあベイスターズこの後5番から始まります。9回の裏最後の攻撃になりました。ベイスターズの攻撃、ベイスターズのトップバッター古木、左のバッターボックスです。バッター古木、さあ1球目、まずは初球見送りました。ワンナッシングです。今日の奪三振の数は4となっています。第2球、あっと今度は変化球、1球2球と簡単にストライクを取っています。ピッチャー有利になったか。変化球を打っていった、打球は左へ、ファールボール。次が4球目、高めのボール球を打った、左へ、笹岡が振りました。これでワンアウト。古木ピッチャーフライに終わっています。そして次の6番、中根バッターボックスに入っています。まず先頭バッターを打ち取っています。さあ第1球打って、これはショート、ショートが抑えます。ファーストへ、一塁はアウトです。中根ショートゴロに倒れました。足と守備には定評があります。打撃力をつけてレギュラーを狙います。田中和則、この回まずバッター2人を打ち取りました。1投目打ちました、右中間に上がっています。前進前進、取りました。これで3アウトチェンジ。9回終了です。ベイスターズ無得点に終わっています。さて試合は同点のまま延長10回へ進んでいきます。4年連続ファームの盗塁王を獲得した快速が持ち味です。足のスペシャリスト福地和樹。9回までを投げまして打たれたヒットが11本、失点2の内容です。低めを打って、これがピッチャー正面、一塁、これは余裕があります。アウトです。そして次の2番、東で左バッターボックスに向かいます。昨年は前田、尾形といったベテランが復活するも追いと振るいませんでした。このカープ今シーズンはどうでしょうか。まず先頭のバッターを打ち取っています。次のボールはストレート決まって2ナッシング、ボールカウント2ストライク。さあ追い込んだ、高めを打って、これは右中間に上がった、ワンバウンド、ワンバウンドした。さあランナーが出ました。打ったバッターは1塁です。1塁ストップします。さあランナーが出ました、新井バッターボックスです。この前の打席はまずは牽制、9回までを投げましてまた牽制、なおもワンアウトです。第1球はどうか、初球から打った、左中間へ上がった、行った、行った、入った、勝ち越しのツーランホームラン。ここで一発が出ました。痛烈な打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。新井今シーズン第1号、10回の表ホームランが出ています。この延長戦貴重なホームランになります。リードを取ります。ベンチへ向かいます。
そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を加えます。2点のリードを奪いました。さあもう一度見てみましょう。次のバッターが入ります。前田、左のバッターボックスに入っています。この回ツーランホームランを許しています。初球はどうか。これも強い当たりだ。レフトへ、レフトへ上がった。フェンスにダイレクト。そして一気にセカンド狙った、狙った。セカンドどうか。ツーベースヒット。前田、レフトオーバーのツーベースヒットになりました。さあもう一度見てみましょう。ダメ押し点の欲しい場面、カープセカンドのランナーを変えてきました。木村ベースにつきました。どこから行くか、ここは見ていきます。さあカウントはワンナッシング、まだワンアウトです。さあセカンドランナースタートした。さあヒットエンドラン、打球は左へ、一塁に送ります。一塁、これはアウトになります。ショートゴロに終わりました。そして次のバッターボックスです。バッターボックスに向かいます。今日のここまでは3打数1安打。その初球は変化球でした。ボールカウント1ストライク、どう攻めるのか。高めのボール打った。さあこの打球はワンバウンド、ヒットヒットになる。5対2センターへのタイムリーヒット、またしても点を加えます。その差は3点になりました。そしてバッターは7番野村、バッターボックスに入ります。この回勝ち越しを許しています。どう組み立ててくるか。まずはストーンと落としてきました。バッテリー1球外してきました。第2球はどういく。打って左へ、レフト線ワンバウンド、フェア、ヒットになる。この回ヒットを重ねていく。さあランナー2塁に止まります。野村、レフトへヒットを放ちました。カープこの試合のヒットの数は16となっています。ベイスターズ今日最初のピッチャー交代です。谷口、ベンチの判断としては間違っていなかったと思います。3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。さあどうでしょうか。去年は怪我もあり不本意な成績、今シーズンは巻き返しを図りたい谷口邦幸。さあワンヒットで追加点というチャンス。カープファーストランナーを変えてきました。岡垣塁についています。膝元低めのボールで入りました。微妙なところをついてきます。さあ次はどこへ行くか。打っていった、これはファーストになります。そのままキャンバスに入ってアウト。これで3アウトチェンジ。10回の表が終了です。しかしカープ3点を追加、5対2 3点差になりました。さあベイスターズ3点を追いかけます。カープここでピッチャーを変えます。玉木、今シーズン最初のマウンドに上がります。さあストッパーと打線の対決注目しましょう。去年52試合に登板し6勝を挙げる見事な成績、カープが誇る中継ぎエース玉木茂雄。ピッチャー笹岡に代わりまして、昨シーズンの経験を糧に今シーズンは正捕手の座を狙います。相川亮治。10回の裏ベイスターズの攻撃。さあ1投目まずは見送りました。際どいですね。はい、バッター相川、この球はどうでしょう。高めを打ってこれはショートになります。一塁へ、一塁、これはアウトです。相川ショートゴロに倒れました。ピッチャーに回ります。谷口、バッターボックスに入っています。ショートゴロでワンアウトになっています。さあ第1球、あっと打った、これはゴロ、ファーストで送ります。これは一塁アウト。谷口、ピッチャーゴロに倒れました。バッター石井、バッターボックスに向かいます。たった3球で2アウトになっています。もう少しですね、じっくりいってもいいと思いますよ。ですね、2投目はこれは見送りました。さっきので体引いちゃいましたね。あーなるほど、これで終わるか。あっと空振り三振、試合終了。勢いのある直球で抑え込みました。
今シーズンの最初のゲームは5対2カープベイスターズを破りました。笹岡開幕戦まずは1勝目を挙げています。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。広島対横浜ご覧いただきました。今日の放送の解説は堀内恒雄さん、そして掛布正幸さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。